こんにちは、クラフティーチャンネルめぐみんです。これなんだ、お顔に見えるかな。実はですね、最近マンダラ塗りにハマってから、マンダラの形にすごく興味があって、なんかいろいろ考えているうちに紙で物を作りたいと思いまして、以前の動画でですね、いきなり対策作っちゃったんですけどこれをね作ったんですけど、直径が多分ね何センチだろう、ちょっとね画面に引いて映せないからね、30センチぐらいかな、33センチぐらいの大きさのものを作ってしまいました。すごいでしょこれ。作り方別動画上げてるんで見てください。でこれね、色を変えたらクリスマスのオーナメントにもできるんじゃないかなと思って、ちょっと上にね吊るしたりするので、ね、大きいの、これ可愛いなと思ったんだけど、大きすぎるし、ちょっとね、小さいのも作ってみたくなって、で、ですね、こちらなんですね。可愛いでしょ、これ。なんか太陽だと思って。基本の作り方はね、この形とかも先ほどお見せしたものに似てるんですけど、こう、雫型の葉っぱを周りにこう作っていって。組み立てる感じなんですけど、顔真ん中をねこうくるくるんとあったら目と口みたいに見えて、なんか太陽みたいな可愛いのができたので、ちょっとね紫の髪じゃなくて黄色で作ったら可愛いかなと思って、今日は作り方をご紹介するのと同時に黄色い太陽ちゃんの作ろうかなと思います。はい、でここにもうすでに材料を用意しました。長さね、ここに書いてあります。一番長いこの雫型が13センチ。この中に入れるね、こう重ねる中の部分の、これが12センチ。そして、このちっちゃい目玉みたいになってる部分の、これですね。これが、これが、6センチ。で、このくるくる巻きが、これですね。逆だった方だな。くるくる巻きが10センチ。これをそれぞれ8個作ります。まずはこちらの作り方ですね。1枚取ります。まず先に半分に折っちゃいます。半分に折って、ここが先端になって、下を貼り合わせます。このぐらい。だいたい5ミリぐらいかな、貼り合わせるのは。こんな感じで、ぎゅっと。結構できました。次がこれですね。これはこっちを半分に先に折ります。こうやって半分に折っちゃいます。先にそして開いて、ここの部分に、あ、開いてた、のりをつけて、ここも1センチぐらいかな。そしたらちょっとくっついたかな、うん、こういうふうに、ここもまた5ミリぐらいの幅のところで貼ります。この引っ張り加減でね、細長くもできるし、ぷくっともできるので、これ次がこれですね。でもこれは先にちょっとね、こういうペンとかで丸めてカーブをつけてからやるといいですね。これは上をこう貼り合わせます。ここの部分ですね。貼り合わせて、プッとちょっと、でこれは
やすらくるくる巻く。なんかね、細いものできたらこう細いペンとか爪楊枝でもいいんですけど、串とかのなんだろう、竹串とかね、ちょっとくる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 っときつめに巻いて、で一応この中にね入るサイズにしたいので、きつめに巻いて、ということでこれを8個作ります。ということでパーツが全部用意できました。そしたらこのお顔の部分なんですけど、まずここのね丸いところなんですが、これですね、これで輪を作ってあげますが、その前に先にねこれをこうつけながら輪にするのは、ちょっとこのバランスがね難しいんですよね。なんとでこの長さなんですけども、25、6センチっていうところなので、そのサイズのままね行くんですけども、ちょっとねこれちょっと違う輪用紙使ったらちょっと薄いので、もしかしたら20、30にして輪を作らないとダメかな。ちょっと20にしようかなと思います。先につけちゃうかな。とりあえず片方だけ止めて、それからこれがね難しいんですよね。これ8個あるので、こう縦横行ったらその間を埋めるっていう感じにして、その隙間をこれで埋めるとバランスがいいんですけども、これをね最初ね丸にしてから貼った方がいいのかなと思ったんだけど、そうするとこの大きさによってはこれがね全部しっかり入んなかったりするので、とりあえずね端っこからね取り付けていきます。この底辺のとこですね、ここにこうつけて、こんな感じで、ですぐ隣につけるといいのかな。こうつけた時にこう曲がると隙間ができちゃうので、この平らな状態でなるべくこうぴったりくっついてても大丈夫。隣さんにぴったりくっついていきます。こうなるからね。これを同じ幅でつけていきます。はい、こんな感じにつながりました。で、ちょっとね、髪が柔らかいな。ちょっと。もしかしたらこのベースのところはちょっと厚手の髪にした方がいいかもしれないですね。先に貼ればよかったこれ。ちょっと輪にしてみたいと思います。で、ここ余ったのでこんな感じかな、ここを貼り合わせます。そしたらこの中にこの形ですね、これをこうやって入れていきます。で、ですね、底辺の部分を立てて重ねて中
に入れて、キュッキュッキュッと、この頂点がね、ちょうどぴったり合うようにキュッキュッキュッと入れます。これを全部ぐるっとやっていきます。そうしたら今度はこの間にこれをつけます。くるくるちゃんを先にこれだけつけます。これもここのね、隙間が広い場合はここを広めにつけてあげて、こうちょっと空間を埋めるような感じですね。そんな感じに、狭い場合はこう細いままでもいいんですけど、ちょっと今回は広めに行こうかな。なんかちょっとバランスがね、できました。そしたらこの中にくるくる巻いたのを入れるんですが、これね、この大きさによってこの巻きの巻き具合がきつすぎると細くてゆるゆるになってしまうので、ここにはボンドはつけずにシュルシュルっとゆるいままで、一番外側だけにですね、こうやってつけてみようかと思います。その方がいいみたい。さっき最初につけるってやっちゃったんだけど、ちょっと今回はそうで、のり付けするのはこう手の方がいいかな。こんな感じでくるくるして、くるくるの端っこをこの底辺に、うわちょっと手についちゃうキュッとね。この時もなんかちょっと細いもので押してあげたらいいかな。こことここをギュッとギュッと挟むようにして留めつけるといいかもしれない。はい、ここまでできました。ちょっとね、真ん中が弱かったので、ちょっとこれね、さらにね、2枚貼り合わせたものをまたこの中に入れてちょっと補強してみました。皆さんもこの画用紙のね、強度によってちょっとあまりにもふにゃふにゃするようだったら、ここを何重かこう中からね、追加して補強してあげるといいかと思います。で、最後がこのお顔の部分ですね。こんな感じ。どうなってるかというと、両方のね、これもちょっと細いんだよな、なんかちょっとね、違うとこの紙を使っちゃってるので、ちょっと薄いですね。もし薄すぎるなと思ったら、やっぱりこう二重構造でいった方がいいかも。ちょっとこれも二重でいきます。うまくいくかな。こんな感じでね、貼り合わせて、ここの内側にね、分けるんですけど、ここの目の部分はね、表情が可愛いでしょ。ここをくる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 っと巻いて、あーちょっと重なってるから難しいから、ちょっとシワが寄っちゃうね。反対側もくる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 っと巻いて、ちょっと真ん中をこうやってカーブをつけてあげるとすぐにこうなるので、くるんとね、こうくるんとなるのでね、ほらお顔みたいな。それであとは目の大きさとかね、この角度とかは自由なんですけど、ほんとね、こっちほら、こっちはくるんって2回になって、こっちは1個にしてみたりとか、これはどうしようかな、ちょっと入れてみようかな。このまま入れちゃうとほら、くっついちゃってぴったんこになっちゃうので、ここの幅が。なのでちょっと角度をつけてスペースをこうね、開けてあげると、この口とここの顔のとこに隙間ができるので、あとはまあ長さ調整してもね、いいかもしれないですけどね。どうしようかな、何しようかな、この辺にしようかな。この形がね、どうなるかが
しようかな。ちょっと長いかな。ちょっと長いかもしれない。切っちゃうかな。ちょっと切ります。この辺は調整してください。この辺でね。あ、なんかかわいい。かわいいぞ。こんな感じしようかな。こんな感じしようかな。じゃあ先にこっちをくっつけて、ちょっとくっつけて、ぎゅーっと押さえて、ちょうど指が入る。ぎゅーっと押さえて、この辺かな。この辺、こんな感じでくっつけて。うん、あ、かわいい。できたかも。できたよ。じゃんじゃじゃーん。できましたー。黄色い。こう。微妙に表情が違う。ちょっと下に黒いの見てみようかな。ちょっと黒いノートがあるのでこれに置いてみましょう。じゃーん、どうでしょうか。かわいいよね。ほら、ニコちゃん太陽できました。これね、あのこの吊るすところをどうするかによってこの顔の角度も変わるので、まっすぐでもいいし、ちょっと横にしても斜めにしても。でこれね、窓辺に吊るしとくとね、この太陽の影ができて、またそれも可愛いんですよね。ね、これいっぱい並べても可愛いし、これを水色とか白にしたらクリスマスのオーナメントの代わりにもなるかなって思います。いかがでしたでしょうか。よろしかったらお試しください。いや、超可愛いということで、今日はこれ100均の紙を使ってですね、マンダラ風のスマイリー太陽ちゃんのオーナメントを作ってみました。それじゃあまたね。バイバーイ。